I wanna try you. And I think if you knew, I think if you could see your beautiful face, hide behind your pink shades, you would too. 皆さん、こんばんは。こんばんは。クロードです。コーダです。ローズです。ということでですね、なんと僕らは今大阪におります。急に大阪。ちょっとね、今朝から大阪の方にも来ておりまして、ね、まあいろいろとご縁があって、はい、まあいつもお世話というカルティエさんに、はい、ちょっと今回大阪に呼んでいただいたわけなんですけど、ありがとうございます。まあ今回ね、ちょっとこの後ろに見える阪急メンズさんの方でカルティエのスペシャルポップアップがやられてるっていうことで、はい、僕らはそのイベントに来てる感じですかね。はい。カルティエさんがね、初の阪急メンズ館を出展するらしいから ね、メンズの新しいアイテムがたくさん見れるみたいな、それをね、なんか3人で見れたらなと思って、はいはいはい、結構さ、カルティエってなんかウィメンズとかちょっとそういうフェミニンなイメージあるじゃん、ね、メンズのアイテムってどうなの、うん、って思っちゃった。それすげえ。実際見たことないからさ、ちょっと楽しみ。一応なんかあれだよね、メンズスペシャルみたいなことになってるんだよね。そう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 、男女ともに使えるけど、メンズに特化したポップアップスペースっていうことね。そう、めっちゃ楽しみ、楽しみだね。まあじゃあ早速ね、阪急の方見に行きますか。行きますか。行きましょう。行こう。かわいい。かわいいこれ。この真ん中のめっちゃキラキラのやつ、これもうあれなんじゃん、ダイヤ、ダイヤっぽいよね。ダイヤがしてられてる。こっちのさ、バングルもすげえ可愛くない。しかもこれ2種類、うん、サイズちょっと違う。あ、細いのも、細いのもある。あ、本当だ。細いのと、あとこっちマットのマットやつね。なんかメンズライクなの、俺なんか個人的に。確かに確かに、うん、コートはさ、ずっとさ、バングルつけてるからね。つけてる。確かに、俺らの中で唯一バングルつけてる、うん、確かにね、2人ともつけないもんね。ちょっとなんかこういう変わったデザインのやつ、うん、あってもさ、これとかすごい大人っぽく着こなせれるから、うん、あれだよね、確かこれラブってシリーズだったから。あ、そうそうそう、確かにね、これ結構定番なやつだと思う。ちょっとさ、俺このマットのやつつけてみていい？うん、うん、つけてみよう。俺もこの真ん中のリングつけたいわ。かわいい。さっきね、店員さんに聞いたらこれ本当にダイヤモンドで。あ、そうなんだ。そう、ちょっとなんかこの黒い部分がさ、いいアクセントになってて、かわいい。うん、確かに。そんなアクセサリーみたいな。うん、ローズなんかダイヤ似合う、ね、似合う、うん、ちょっと買おうかな。値段わかんないけど。でもこれはビジュアル的には結構この中で一番、確かに自分へのご褒美とかね、特別な人にも見たいやつだよね。可愛くないこれ。可愛い。すごいね、この迫力。迫力ある、うん、うん。俺とコータはね、ね、ラブのバングルの方をつけて、俺がホワイトゴールドで、俺がイエローゴールドのツヤなし。いや、二人ともめっちゃ似合うねやつ。これめっちゃ可愛くない？可愛い。すごい。いや、絶対さ、コータ普段つけてるバングルよりこっちの方が絶対いい。軽くディスるな。大人な感じがする。大人な感じだし、ちょっと細い方がちょっとなんかエレガントで気持ちに見えるね。俺あんまりさ、こういうゴールドのバングルって持ってなかったから。確かに、ね、すごい良くない、うん、普段何つけてたっけ？バングル全くつけてない、まあ、なんていうの、ブレスレットつけてるけど、うん、バングルは1個持ってんね。しかもさ、なんかこれペアルックっていうかさ、男女とかでつけてもよくない、ね、超。まあ男同士でもいいけど、合わず同士いいんだけど、ちょっと友情みたいな感じでもいいし、ね、友達のさ、プレゼン、就職祝いとか結婚祝いとかに、こういうのあげてもいい。これもらえたらすげえ嬉しいかも、うん、これ男女ともに喜びそう。これでね、ちょっとラブをロックみたいな感じ。ああ、そういう意味なのかな。時計もすげえかっこいいね。これあのタンクっていうやつで、あ、タンクか。もう俺がね、昔から欲しいやつ。まあ、シルバーのやつが欲しかったんだけど、ゴールドっていうの知らなかった。いや、だってもう、もうかってた。もうゴールド一択くんだからさ。でもなんか文字盤が数字が入ってるやつがいいかもな。うん、これはついてないもんね。ほんとだ。数字ないのもないので、かっこいいよね。うん。ちょっとアクセサリー要素も強めっていうかさ、いけていいよね。あー、このネックレスもめっちゃかっこいいかもな。カルティエもこういうチェーンネックレス出してるんだね。いや、なんかイメージない、イメージマジない、ね、これとか特になんか俺つきやすいかもな、メンズライクなデザインっていうかさ、ほんとチェーンの大きさもさ、なんかちょうど良さそうだね、大きすぎず小さすぎず。チェーンって難しいよね、大きすぎるとさ、結構さ、ゴリゴリっぽい感じになっちゃう。このぐらいなんか華奢なんだけど高級感あるみたいなね。難しい。これちょっとつけてみようかな。
僕らちょっとチラッと。ああいいじゃんいいじゃん。ああめっちゃいいわ。やっぱめっちゃ可愛い。この太さと。うん。いいね、普段チェーンでつけてるっけ？あつけてるか。チェーン系のネックレスあんま持ってないかもね。冬も全然シャツの上中に着ちゃってもいいし。夏は特に白 T 1枚決まるよこれ。確かにこれでもね一応ホワイトゴールド。あホワイトゴールドね。ホワイトゴールドの良さに今日気づいた。なんかあんまり見たことなかった、うんうん、ちょっとあと黒くなりにくいみたいなのあるっぽいね。あそうなんだ。そうなんだ。なんかさこのバングルとかもめちゃくちゃかっこよくない？うん、これバングルよね。バングルだね。これもかっこいいね。これすごいね、細か。この指輪、この指輪やべえ。めっちゃかっこいい、これ。すごいいいね。高級感えぐいね。うん。このさ、二連になってるやつ、結構好きかも。うん。こっちは何？こっちは一連なんじゃない？あ、一連で、二連になってる。かわいい。つけさせてもらおうか。じゃあ、これつけてみれば。ちょっと今つけさせてもらったんですけど、こっちのクラッシュっていうリングのシリーズになってるみたいです。クラッシュって名前なんだ。うん、かわいい。名前もかっこいい。これやばいね。これいいね、なんかめっちゃモーガン似合ってるね、うん、モーガンっぽい。ちょっとこの遊び心というか、うん、シンプルすぎず存在感あるし、うん、あとなんか光の反射がなんかすごい綺麗、ジグザグして。これ一番今日一来てるかな。このネックレスなんですか。って感じする。バリティエっぽい。あとさ、これテテがつけてたやつじゃない？誰？テテって BTS。 BTS のテテつけたんだ、うん、やばってことは超人気じゃんこれ、うん、知らなかった。さっきチラッと見たんだけど、あの目の部分がこうなんか緑のなんかストーン入ってて、あ確かにかわいい。でしかもこっちのリングの方もそうついてる。全部入ってる。あマジだ、すごい。あなんだ全部入ってんじゃん。言ってよ。言わないといけないんだ。そうそう。でもリングすげえ可愛くないこれ。このなんかネクタイピンとかも結構渋いんじゃない？あ、これネクタイピンって言うんだ。なんかこれ多分止めて、なんかさ、最近さ、結婚式とか増えてきたじゃん。いや、増えてきた。だからなんかね、ジャケットに刺したりとかしても。確かに。確かに。ニットとかいっちゃう。あー、あー、あー。ありポイント。めっちゃあり。ね、なんか普段つけてるシンプルなニットにちょっとつけて。あ、いいじゃん、これね。いい。あ、これ見てよ。あのさっきモーガンが見てたやつの、クラッシュのホワイトゴールドか。あ、いいね。これちょっとつけてみたいな。ね、これいいね。俺だいたい結構あのシルバー系統だもんね、色はね、うん、色合い的にこっちの方が、うん、確かにアクセサリーのバランス的にね、うん、俺もやっぱあのさっきもあったさ、この釘の本当だ、ジュストアンクルってさっき聞いた。あーね、言ってたね。このシリーズめっちゃあるね。ピアスとかも結構かっこよくない？めっちゃかわいい。これあとこの指輪も好きかも、うん、指輪もめっちゃいいね。やっぱこのホワイトゴールド、うんうん、パージャマ、この2つもかわいい、ね、かわいいね。指輪とブレスレットすげえよくね。多い。俺ら世代とか結構好きなデザインっていうか、うんうん、カルティエにしかないデザインだからさ、これつけてさ、 あの人カルティエのやつつけてるんだって、なんかさ、確かにね、主張激しくないけど分かるみたいなのがいいよね。つけさせてもらえる。確かにね、うん、このさクラッシュのやつつけてみたい。ホワイトゴールドのやつね、うん、とこのバングル、あ2つつけてみたいかもな。確かに確かに、いいじゃん。どう？いやめちゃくちゃいいじゃん。やっぱこれでさ、ホワイトゴールドもかっこいいね。いやこれめっちゃいいわ。やっぱ俺もこれ好きだったわ。デザイン聞いてるけどさ、うん、他の指輪ともなんか相性良さそう。確かに確かに。なんかシンプルだけどエッジ効いてる。なんか邪魔しないよね。こっちのバングルもすげえ。うん。あこれってさ、もうちょっと回るの？あ回るわ、ここ。これ位置、あずれるんだ。あ違う、待って、これあれだわ、回ってずれてるわ。ほら、あなるほどね。ほら面白い。かわいい。これホワイトコートは今指につけてるのと、ね、ジュストアンクル、うん、いいね、かわいいね。いいデザイン。これかな今日。あれあれ、この3つかな。そんな予定の、ここの2つ、この3つなんかさ、若いメンズ結構好きそうじゃない？まあ確かに付き合いそうだよね。どれもなんかハマりそう。1個あるだけで。これ結構こっち系かも。こっちとクラッシュがお気に入りだったかも、うん、こっち、これかわいいわ。かわいいね。メンズでカルティエはマジでおしゃれすぎる。おしゃれすぎるね。確かにそれめっちゃいいね。メンズでカルティエのアクセサリー使ってます、つけてます、ね、超かっこいいと思う。バーみたいなね、なんか多分そういうのを多分意識して作ったもんね。もしかしたらね。お財布なんかもあったりする。あ、これお財布？これお財布だと思う。あ、コインケースついてないタイプの。あ、こっちもだ。あ、そっちも。うん。でもあんまりヨーロッパってコインあんま持たないじゃん。まあね、うん、日本人も今ね、キャッシュレスになってるしね。俺とかもほとんどもうコイン入れないし。こういうのも可愛いよね、色とかね。めっちゃ正直なこと言うと、カルティエってこういうの出してるの知らなかった。確かに。レザー小物のイメージちょっとないかも。イメージなくない？ちょっとさ、可愛くない？このステッチの部分とかさ。
まあでもリアルで使うとしたら俺はあっちの黒の財布系かな。ああ、緑っぽいやつか。ダークグリーン、ネイビーかな。ネイビーのやつ可愛くない？めっちゃ。俺今お財布壊れてるからちょっと欲しいな、新しい。良くない？うん、てかさ、これさ、椅子とかもさ、カンテールのデザインの、さっきのあの、ヒョウのやつ、うん、マジじゃん。すごい、よくわかったね。 We can take the long way、Get there even if it takes all night. We'll talk until the morning. Don't tell me that you're fine if you're not fine. And if it's only pleasure that you're seeking, then I'll be penciling you in for the weekend. Forget about the white noise. It's chocolate and pajamas till the whole world sleeps. Just right, yes please.はい、どうだった？めちゃくちゃかっこいいアイテムがあってね、うん、素直に言うと結構意外だったかも。どっちかっていうとやっぱレディースのイメージだよね。レディースのなんかジュエリーとかアクセサリーのイメージだったけど、うん、なんか今日でちょっと変わったかも、うん、しかもここ特にさ、ちょっと男性向けというか、いや本当だよね、うん、めちゃくちゃ面白かったよね、うん、あとなんか今後買いたいやつとかも今日で確かに、確かに俺あのクラッシュのリングとか確かにね、あれ良かったよね。めっちゃ欲しいっす。やっぱホワイトゴールド、ホワイトゴールドですね。確かにあれ良かったね。なんかあったの？クラッシュも1個の効果、あーめっちゃ使いやすいからね。まあバングル系とかね。あ、バングル系やってて、本願は俺ラブのバングルかな。ああ、確かに、かっこかった。まあ定番だけど持ってたいなみたいな。まあなんか仕事頑張れるね。いや確かに、うん、頑張っていつかいいのつけたいね。もっといいのつけたい。これは目標がまたできました、ね、できました。今日は阪急メンズのカルティエにお邪魔したんですけど、11月の27日まで開催しているので、うん、ぜひ大阪梅田に来た方は足を運んでみてください、ね、ぜひいらしてください。めっちゃ面白いと思います。 ね、はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。